シャンクがまた出たよ。アイアンが打てません。動きを素直な動きにしてあげないと、うん、ゴルフクラブっていうのは特性を生かされないんで、うん、そう、ほら、まっすぐヘッドがどれだけうまく使えるかなんですよ、うん、コースでどうやって修正能力を高めるかって言ったらそういうとこですよ。キヨさんの2つ目があるんです。なんと、なんだと、キヨさん的にツッコミを正解で、ツッコミさらにツッコんでるんですよ。ツッコんでツッコんでるんですよ。マジか、ギッタンバッタンみたいな。単純に左体重に乗りながら回してる。あー、で、この捻転力を浅くしてるんですよ、自分で。ではダウンスイング以降さらにこうシフト、うん、バンプとか入ってくるんで、左体重なってんだ。そうなんですよ。あ、そういうことです。そういう風になってる。あ、こういう風になっちゃってるんですよ。引けすぎちゃってるんですよね。僕ね、すごい意識してることがあって、はい、こっちの僕すげえこれが直したかったんですよ。あ、なるほど、なるほど。で、結局これ戻す戻すってなると、はい、こうなっちゃう。ああ、はいはい。普通はこうか。そうですね。なんで今わかんないよ。で、それでこれ皆さんにも言うんですけど、僕の生徒さんちょっと上手い人のレベルには行ってるんですけど、ポイントとしてはテイクバックの時に目安を作ってもらいたいんですけど、皆さんやっぱこのボールを真上から見ちゃうんですよ、うんうん、これってあんま良くなくて、やっぱりこうなる人やこうなる人なんですよね。だからさっき言ったギターバックの動きになっちゃうんで、テイクバックする動作は若干右のつま先方向に横に動作してくる動きがないといけないんですよ。そうです、そうです。足はこうやってちょっと伸びながら回していくんですけど、この手と体は重心の位置はこの右のつま先方向に向かってテイクバックしてほしいです。そうです、そうです。全然違う。ちょっと待って、今までは教えなかったんですけど、で、ここを直してもらいたかっただけなんで、僕は普通のスイングいきますよ、はい、これがもうめちゃくちゃ嫌だったんですよ、はい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 、このスウェーが。で、それを直すために、はい、そうですね、そうですね。これはちょっとやってもらってたんで、この形ですね、この形、はい、これをちょっとやってもらってたんで、その度合いが強くなってるっていうだけなんで、これを、そうですね、これこういう風に動いてきたし、そうするとこの左のお尻はこっちに重心取れてくるんで、体重ここに乗ってるんですよ。で、上体は右に乗ってくるんですよ。動かないもんね。はい、そうすると背骨を中心に均一になってるんですよね、うん、重心の位置が。このテイクバックの時は僕、はい、重心めっちゃこっちに乗ってるんですけど、いいですか？はい、全然いいですよ。お尻がこっちに乗ってればいいんです、重心。ああ、はいはい。そう。で、体がこっちに持っていくと、さ、ここをちょっと意識するだけでも、シャンクって治りやすいんです。すごい。おへそを中心にですから、引っ張られる動作、下半身で、上体は向こうに行く動作、そうするとこっちがこういうふうにくの字になってきたんですよ、うん、で、背骨がこう、頭からつま先までまっすぐになってくるんですよ、うん、はい、もうちょいこっちでもこうでもいいですか？あ、でも打つとき多分このくらいのイメージにしないとダメですよ。そう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 。なんか昔からの恐怖感なんですけど、はいはい、クラブが体から遠くなる、はい、あ、そう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 、のでめっちゃ怖いんですよ。全然大丈夫です。そう、それが多分まだこれね、練習ですね。練習ですね。まあ結果そこにね、なっちゃうんですけど、まあ怖い人は本当にクラブをまあ持ってるんですけど忘れるぐらいで全然大丈夫です。で、この右のつま先までこうちょっと上体は右にこう持っていく動作が行うっていうことを意識してほしいです。で、下半身はちゃんとしっかり踏ん張っておいてほしいです、うん、そうです。だからよく聞くポールからのテイクバック30センチっていうのがそういう意味にもなってくる。力んでる、ちょっと力んじゃってるよ。おもろ。俺初めてだ、そんなフェイクバックで力んでるって。力んで怪我でしょ。なんかこっちって伸びるんですか？いや、こっちは同じ位置にあるイメージです。そうですね、こう正面向いていくイメージですね。あ、そういう感じです。これを行うってことを意識して上げていってほしいです。これちょっと一回やってみます。やってみます。はい、最初のテイクバックはちょっとゆっくり使わないとダメ、うん、もう本当吉田さんとのスイング比較をこう、まあ、一緒にラウンドして自分で取ったりするんですよ、はいはい、全然違う。なんかテイクバックのスピードは一緒なんだけども、はい、こっからの切り返しのためが全く違うというか、でも、はいはい、力入れてるのは完全僕なんですよ、はいはいはい、そうだからそっからの、まあ、それ当たり前ですよ、プロなんで。何を言ってんねんな。いやいやいや、でもそれぐらい同等に見てもらわないとダメです。でもなんかやっぱりこう、はい、ね、はい、はい
奥からクラブが入ってきてる感じ。なるほどなるほどなるほど。いくよ。はい。そう、ほら直っちゃった。直っちゃった。でさっきの後この逃げる動作。あ、そこ。それ忘れてた。うん。忘れずにやってほしいです本当に。しんどいな、アイアンって。しんどいですよ。常に張ってる状態ですね、体が。これはこれも これがこうですね。おお、うん、テイクバックはこうやってピンチこうやって打ってください。抜ける感覚分かってるから。そう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 。ああ、でもまあちょっとなんか薄いな。まだこのクラブの動きはまだこういう動きなんですよ。ああ、これはこういう動きにしたいんですよ。ここのハンドファーストっていう意識があるから、みんなやっぱこっち持っていきたいんですよ、うんうんうん、今僕が教えてる生徒さんもちょっとやっぱこういきたいんですよね、うんうん、だってもう解放していいんですよね。もう右足以降はもう解放するぐらいのレベルで欲しいです。そう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 、めちゃくちゃいい当たり、めちゃくちゃいいドローじゃん。キヨさんの今このピュッて返った感覚が欲しいんです。ピュッと返る、はい、皆さん本当ピュッと返った、ピュッと返る、この重心がこう返る感覚がすごく欲しいんです。今僕は繋がりました、はい、体に巻きつく感覚ってそれだ、それだ、そういうこと。吉田さんがフローするの時に体に巻きつく感覚を絶対に持ってくださいって、まあ、クラブが、はいはいはい、がまさにそれってことですね。それ言ってよ。言わないんだから。そういうこと。いや、 あくまでも今日さんには段階として言ってきてるから大丈夫です。すごい出し惜しみ。何だって、それ言ったら今日さん一気に俺が言って無理よ、無理よ。だからそういうこと。それは無理よ。一気に言ったら忘れてるから。うん、そう、すぐ忘れる。そして練習しないから、しないから。テイクバックは本当にゆっくりのレベルで考えてもらって、一緒に体もクラブに戻ってきて、こういう感覚ですね。一緒にマジでグーッと戻して教えてほしい。そう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 、肩がこう、うん、深く入ってきます、ね、そうそうそう。でこんなゆっくり、あ、こんなゆっくりじゃないですけど、常にこう抵抗されてる感覚がないです。そうそうそう、ちょっと、はい、これでこうやるとかはないですか。もうその上がった通りの上げちゃいな、上げてほしいです。上げちゃいな、上げちゃいな。上げてほしいです。そう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 、その今ヘッドめちゃくちゃ返ったと思うんですけど、めちゃくちゃ返った、あれが正解の動きなんですよ実は。そしてめちゃくちゃ捕まった。で、すごい飛んでる。本当にあの引っ掛けを恐れずやってほしいんです。これすごいわ。なるほど、これね、めちゃくちゃ再現できたのがすごいと思ってる。いや全然そうだと思います。これ治ったかもしれない、もしかしたら。なるほど、そう、この感覚か。そうなんですよ。で今キヨさんに聞きますけど、この当たってる感触ってどうですか。めちゃくちゃいい。いいですよ、ちゃんともう芯で捉えられていて、そうです。あとはクラブヘッドをこうまだ戻しすぎちゃったかとか、はいはい、っていう感覚があるんで。ですよね。で当たってる感触のフェースのアングルってどうなってますか。キヨさんの今打った中でちょっとだけ、はい、こんなイメージ、ちょっとだけ被ってる。あ、そんな感じ、はい、実際多分こうやって当たってるイメージだと思います。あ、そうです。イメージはこう当たってる。そうですね、はい、このくらい閉じてる。でもハンドファーストになんかちゃんとなってるから、これぐらいのイメージですよね。だから実際はフェースっていうのは最終的にインアウトに抜けてるから、アウト目のとこで当たってる感覚なんで、はいはいはい、解放してるとこで当たってる感覚なんですよ。だから僕もインパクトの感触としてはこういう感覚なんですよ、うんうんうん、でこれに対して体の回転が入るから重心が戻ってくるだけの話であって、うん、おー、なるほど。感触としては絶対この感覚はないとダメです。こういう感覚で当たって体の回転でこうなる、そういうことなんです、はい、うわ、なんか引っかかったって感じし、今確かに引っかかってますけど、うん、あれが正解の動きなんですよ。でもその当たりとか熱い当たりっていうのがそういうことってこと、うん、そうなんですよ。やっぱそれがクラブのちゃんとした芯に当たってるっていう、そうなんですよ、感覚。今振ってて物足んない感じします。だから僕もう十分ですね、今最近で言うと。あ、最近で言うと、最近で言うとね。でもなんか柔らかい感じします。あ、しますします、めっちゃします。あれなんですよ、うんうん、
皆さんやっぱあれに対してもっとぐしゃっという発想があるんですよ。ああ潰した感じというか、そうです、はいはい、あれをもっと追いかけちゃうんですよ、うん、皆さん確かにあれがダメな理由です、うん、なるほど。もっとクラブの重心を無視しちゃう、うん、ぐしゃっイコール確かにそうか、ダウンブローに入りすぎちゃったりする、そういうことなんですよ。なるほど。これは僕もシャンクが悩んだ時期の一番の原因です。上手くなってくるほどそれにもう追い詰めちゃうんですよ。なるほど。インパクトのほどもう物足んないですよ実は。なるほどな。なんかロブショットぐらいのレベルですよ本当に、うんうんうん、なんかあ抜けちゃったみたいな、うん、例えば強烈なラフのところにポコッとボールが埋まっててそこにくぐったような感覚なんですよ。確かに確かに。あれはでも実際はダメですよ、うん、でも感覚としては抜けてる感覚に近いんです、うんうん、はいはい、なるほどな、はい、あのぐらいこうスムーズに動きたいです、うん、そうすると効率が良くなってくるんで、はい、ヘッドは勝手にピョンって走ってくるからヘッドスピードが上がるんですよ。確かに。そう分かるんです。このもう2つぐらいですか僕は。キュンさんの場合はこれで、これでまたドライバー当たらなくなるとかあります？特にない。ない今ね。ドライバー調子調子がねドライバーはとりあえずなしです、ね、なし。アプローチも同じことが言える？絶対言います。例えば小さいアプローチをやるときってあるじゃないですか。はいはい。それも同じ？同じです。確かに。なんか吉田さんこうパンって打ってる。そう、僕は絶対インサイドアウト。僕もやっぱシャンクしてたんでもう絶対インサイドアウトから包み込むって思ってる、うん、なるほど。だから自分の中ではですよ、うん、ハンドレートに構えてる感覚です、うん、ハンドレートに構えてインサイドに投げて、うん、若干フェースも閉じてる状態ですね、うんうん、閉じてインに引いてこうやってはいはいはい、アウトにグリーンに引いていく。ずーっとこういう感じですね。こうやって動かして包み込む、うん、でフックボールみたいなイメージを作ってます、うん、球が絶対逃げない。逃げないと絶対逃げないよな。引くだけのミスをちょっと怖がったとしても、うん、変な足こっちに行く角度よりこっちの角度の方が確率にミスは少ないですよね、はい、少ないです絶対的に。そうですそうです。確かにこっちって90度ありますからね。 ありますね、ありますね、はい、確かに。でもこっちってほんと30度ぐらいのなんかミスというかに収まるイメージがあるんで。なるほどなるほど。もうミスとしては絶対的にこっちのミスの方が絶対傷は少ない、うん、そうで僕は考えてるんですけど、はい、それを思えば思うほどシャンクが出てました、はい、すいません、はい、なんならもうこっちに飛んで木に当たってマイナスみたいなマジでありました。ああ、ありがとうございます、はい、よくやるからよくやっちゃう、うん、でもね本当にもうねそこだけが治れば、うん、僕は80代出ると思う。いや出る、はい、だってシャンクでアイアン当たんなくて本当に103とかなんですよ。そうそう、じゃないですか。でパターも良きと。確かにそこだけなんで。そうですよね。本当交互期待です。僕の80代、ね、動画で最終的にこうなるかも。そうなるほどグレートゴルファーズラボが苦節用語の TP になってなってるかもしれない。ちょっとこの動画2回ぐらいに分けて今日のシャンク撲滅キャンペーンってことで。キャンペーン。特典ありますか？とね、僕のねウェッジ上げじゃん。あら、うん、よかったですね。皆さん応募待ってます。これ何したらもらえるのみたいなのがあるけど。確かに。はい。でも本当ねクラブねいらないやつあるんで、はい、メルカリで売ってもね何もなんないで。なんない。はい、貸し上げます。はい。じゃあ今日は、はい、この辺で。シャンクに悩んでる方、はい、ぜひこれ秒で治ります。ちょっと一回やってみるか。ちょっと一回やっとくね、うん、見せてあげて、うん、当然構えてね、はい、でシャンクしたらもうすごいチーピンです。チーピンです。はい、じゃあ今日はこの辺でごきげんよう。ネスキー。